ジュビロ岩田は8月7日に行われたアルビレックス新潟との J1 第25節のアウェイゲームで2-2と引き分けた。前半に2点を奪われたが後半12分に投入された MF 古川陽介の左足クロスから FW ジャーメイン量が今シーズン14得点目のとなるゴールを決め1点差に。 さらに新加入の FW 渡辺涼をシャドウでジャーメインと並べる変速型の433のシステムで攻撃の勢いを増そうとした終盤に FW マテウスペイショットが反則行為とみなされるタックルで退場しまった残り時間を10人で戦うことになった岩田は43-2に変形して前向きな姿勢を崩さずゴールを目指すその姿勢が実ったのが 後半アディショナルタイムに突入した時間帯だった。ロングボールを右サイドバックの DF 西久保俊介がクリアすると、中盤の左でボールを拾った古川が、新潟のプレスを得意のドリブルで外して持ち上がる。さらにディフェンスが来たところで、中央のスペースに下りてきた渡辺に斜めのパスをつける。前を向いてボールを持った渡辺は、 相手ディフェンスの間を狙うジャーメインに見事なスルーパスを通すと、岩田のエースは左足のシュートで、今季15得点目となる劇的な同点ゴールを決めた。クロスでのアシスト、そして起点のパスと2得点に絡んだ古川は、相手の右サイドバックの選手が、すごい攻守にわたって運動量を出していたので、そういう出力だと、後半は落ちるなと感じてましたし、 自分のところで違いを作ろうというのはみんな共通理解があったと思う、と振り返る。確かに新潟は右サイドバックの DF 藤原宗也が前半からかなり効果的な攻め上がりで、岩田の守備を苦しめていたが、後半になって少しずつ間延びが生じていた。切り札の古川を後半に投入するのは横内秋信監督の定石だが、 新潟が相手ということで、明確に狙いを持っていたはずだ。1点目は左サイドバックの DF 上村博人が中寄りに持ち上がり、外側でボールを受けた古川が藤原を縦に突破して、ふわりとしたボールをジャーメインに合わせた。まさに絵に描いたようなクロスからの得点に関してジャーメインは、練習からやっているところに、古川、洋介が挙げてくれたので、 自分はいいところに入っていって決めるだけでした。と古川に感謝しながら、あいつも一つ数字が残ったと思うので、やっぱりボールをくれる選手にアシストをつけてあげるのが中の人間、FW の仕事の一つだと思います。と語る。そこから追い上げムードが高まる中で、ペイショットの退場で10人となったが、古川は、あの時間はめちゃくちゃ間延びしてきて、 相手の中盤も最後、間延びしているところが多々あったので、一つ中に刺した時は良い形になることが多い。誰が刺すかは場面、場面ですけど、良いポジションを取っている選手がいれば、おのずとああいうチャンスになる、と主張する。そうした前向きなビジョンが生んだ2点目のシーン。古川としては自分でドリブルを続ける選択もあったが、 新潟の守備が自分に寄ってくる状況を逆手に取る形で、中央スペースの渡辺、そして前線で構えるジャーメインに残りの仕事を託すことになった。